searching for targets. Order team in position. Ready for orders. Waiting for orders. Capturing Baker. はいどうも皆様こんにちは、グリードです。追加武器いきましたね。 AR のシモノフ M1936 で、今回の動画は STG でシップメントでエイマースいつも通りしてたら、たまたまね拾って使った動画なんで、今回の動画は STG70% 新武器 30% ぐらいの使用率だと思ってください。はい、そして今日はちょっと前々回にプチ質問コーナーをねやるって言ったので、それをちょっと後付けで、プレイ中に後付けで何問かね返したいと思います。でその前に今ツイッターで僕のサイン入り T シャツのプレゼント企画をやってるので、まだ見てない方ね、ツイッターの方でチェックお願いします。概要欄に貼っておきます。はい、というわけで質問コーナーね、まずサクッとやってしまおうかと思います。で質問ありがとうございました。はい、まず1問目ですね。海外に行ってみて日本のプレイヤーに必要なものは何だと、思いますか。これはあれですね、僕たちがアメリカ遠征行って思ったことですね。とにかくやっぱり海外行って思ったのは、やっぱチームの連携力が本当段違いなんですよね。まあ、これは本当話すとどんどん細かく複雑な話になっていくんですけど、まあすごく簡単に言うと、日本人はなんかどっちかっていうとキル、ここでこうキルを取りに行く勝ち方だったんだけど、海外は本当キルじゃなくて、どうしたら敵にこう優位な体勢を取れるかっていうのを常に考えてて、ゲームメイクがうまいですね。試合の流れ、次はこうしてこうなったからこうしようとか、なんかその辺の本当常に先への準備が本当早くて、それも複雑で、もちろんすごい難しいんだけど、そこがとにかくそのレベルはめちゃくちゃ高かったですね。で今僕たちが練習してるやり方は、本当アメリカ遠征行く前と比べたら、頭の使い方、頭の使う頻度って言ったらいいのかな、まあ、とにかくもう脳みそめっちゃ疲れるぐらい頭使って練習してますね。まあ、日本プレイヤーに必要なものは、まあ、やっぱ連携力、まあ、そのためにまずはお手本を見た方がいいと思うので、あの CW 世界大会をもう本当丸パクリするぐらいの勢いでガッツリ見るのはいいと思います。 BO4 の楽しみな点と少し不安な点、これはね結構僕ね不安要素の方が多いんですよね。まああの体力150になって自動回復じゃない、もうめちゃくちゃ心配で、もう150っていうのは正直もうめちゃくちゃ硬すぎるんですよね。なんか COD のそのゲームシステムなんか全然合ってないような感じがするし、まあ、体力が高くなるとこう武器バランスとかも正直すごい難しくなってくるんで、まあその辺もすごい不安ちょっと不安しかないですね。でもバトロワモードでは体力150はかなりいいと僕は思います。まあ、楽しみな点は e スポーツルール、まあ、世界大会ルールがどうなるのかっていうところなら、まあそれは楽しみもありつつ不安もありつつですね。はい、次、アメリカに行って楽しかったこと、驚いたこと、思い出など教えてください。楽しかったことはね、まあとにかく練習がもうめちゃくちゃできた。でもうだいたい昼からもうアマチュアチームで、もう昼から昼のほんと14時とか2時からで夜の9時ぐらいまでがだいたい交流戦ができる、練習ができる時間帯で、あんま夜遅くってのはあんまやってないんですよね。で向こうでは毎日大会があるんですよね。で参加費を払って、まあ、2v2 とか4-4とかいろいろサーチの大会とかね、いろんな大会が毎日本当あって、まあ、それも全部賞金付きっていう、いやーやっぱそこがすごいですね。やっぱ大会っていうのは本当に本気の場なんで、やっぱ練習とは全然違うんですよね。みんな本気でもちろんやるから、それが毎日ある、それもこう何十チーム何百チーム出てて、それは競争率すごいし、それはみんな強くなるよなっていうのはすごい感じましたね。まあそこが大会が毎日あったら驚いた部分かな。まあほとんどねもう家っていうかその宿泊先から出てないんで、他の思い出があんまりない。本当約3週間ずっと練習で、本当1日
だけディズニー行ったんですけど、ディズニー行ったのも3時間だけだったんで、それ以外ほんと全部練習でしたね。なのでゲーム以外の思い出があんまりないです。質問です。大会の時と実況の時とかの立ち回りなど変えたりしてますか？これはねもう別ゲーです。大会のその大会ルールとその公開ランクはもうほんと別ゲーなので、まあ全て違いますね。逆にこう実況撮ってる時、公開ランクは行ってる時はほとんど何も考えてないです。本当にハエーってしながらいつもやってますね。まあエイムをこうちょっと合わせるためにこうシップエントとか公開ランクも行ってるんで、本当エイムをちょっと意識する以外は本当何も別に考えてないですね。結構フレンドと、またこの試合もフレンドとねまったり話しながらやってたし、まあ実況撮る時は本当ただ楽しんでギャーギャー楽しみながらやってます。はい、というわけで質問、プチ質問コーナーでした。質問ありがとうございました。今ねラッシュゲーミング4人はねほんといろいろ変えてかなりいい方向に進んでるので、もうデイ3の時とはかなりもう違うチームレベルになってると自分たちはね確信してるんで、まあ、このままいい感じであと3週間もないかな、まあ、練習デイ4に向けて頑張りたいと思います。思いのほか質問コーナーに時間がかかってしまったので、もう試合は後半の方になってしまったんですけど、まあちょっとね、じゃあ後付け実況していこうと思います。新武器の AR3 発のフルオートだったんだけど、もうまあ強いんじゃないかな。この試合ね、ほんとアップデートの直後で、しかも僕一切新武器のこと知らなかったので、敵がなんか知らない武器持ってるっていうぐらいの感じでした。で、このちょっとこの今から話すことはまあ動画にしようかなと思ったんですけど、最近ねボット打ちをねほんと全然しなくなったんですよね。というのが、てかまあアメリカ行ってからボット打ちあんましなくなりました。っていうのもなんか海外のトッププロプレイヤーはあんまりボット打ちをしないらしいんですよね。まあ個人によるんですけど、まあそんなにボット打ちをたくさんする人は少ない。その代わりまあシップメントとか公開ランクまでこうエイム合わせをする人が多いみたいなんで、まあまあ稀るわけですね。まあ僕もじゃあ公開ランクまでやろうということで最近はシップメントやってます。まあ確かにこうボットとやっぱ人ではやっぱ全然動き方が違うし、弾当たりもやっぱ違うんで、まあ確かに公開ランク、まあ特にシップメント効率いいんで、シップメントでやるのが、まあ、まあ実用的というか、まあ実戦には近い、交流戦には近い状況なのかなと思いましたね。まあこのシップメントでこう、エイム合わせする前にちょっとしたね、工夫をしてたりするんで、まあそれを動画にしようかなと思うんですけど、まあ今更感もあるような感じがして、今更エイムのなんか練習法とか出しても皆さん興味があるのかなっていう。いやでも本当アメリカ行ったと思うのが、このチーム戦、このチーム戦のこのゲームにおいてエイムとか個人技とかがそういう話をするってめちゃくちゃレベルが低いなってやっぱ思って、そうじゃなくてやっぱもう連携だったり作戦だったりとかだろうっていう、マップ把握、リスポンスコントロールとかそっちがもうメインなんで、まあエイムとか個人技はまあそれをやる上では必要最低限なものっていうイメージですね。はい、今回はほとんど試合の、内容をね話してないんですけど、まあまあまあこう後ろで流したのまあ連キルをね見て楽しんでもらえたら嬉しいです。というわけでぜひグッドボタンとお願いします。お疲れ様でした。Thank you.